お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感、酒々井成田空港店の江澤です。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対応をしております。お客様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。また、ご来店が難しい方、ウェブ商談システムをご用意しておりますので、そちらも併せてご活用ください。ウェブ商談システムの、詳しい内容に関しましては弊社ホームページに詳細が載っておりますので、そちらからご確認、ご予約を、お願いいたします。それでは、本日ご紹介させていただくお車なんですが、こちらですね、トヨタのランドクルーザープラド、こちらが 2.8 の TXL パッケージになっております。で、実はランドクルーザーのプラドは前回数日前にご紹介したんですけれども、その時に、コメントでいただいたんですが、電動のムーンルーフ、これ実用性ってどうなのっていうコメントがありましたので、今回、そちらについてお話しさせていただこうと思って、またプラドの動画の方を撮ってまいりたいと思います。それではですね、実際にちょっとですね、電動のムーンルーフ、操作の方していきたいと思いますので、中の方に、移りたいと思います。よいしょ、ごめんなさい、ちょっと開けっぱなしだったんですけど、よいしょ。ではですね、通常、ムーンルーフの方、こちらですね。で、今弊社の方で特選車でも、ムーンルーフメーカーオプションですね、つけた状態の、お車の商品ございます。で、こちらのお車、成田店の、展示車両になっておりますので、いつでも来ていただければご覧になること、可能となっております。では実際にですね、このムーンルーフの、操作の方から、ご説明させていただきます。こちらですね、まず手動でちょっとカバーの方開けていきます。で、運転席、助手席側の上ですね、こちらの方にガラス、窓ガラスというものになっております。で、操作ボタンなんですけども、前の席のルームランプのところですね、上にございます。もう先ほどちょっといじったんですけど、こちらですね、2つあります。まず、右側、こちらがですね、1回操作します。ちょっと長押しすると開きます。換気用の、換気ぐらいに開いてくれる、ボタンですね。で、こちらの、くぼみですね、へこんでいる部分、こちらで閉めることが可能になります。はい。こちらに関しては走行中とか、車内の換気をしたいときに、お使いいただく機能にはなると思います。よく換気で言うと窓を開けて、走られると思うんですけど、どうしてもやっぱり、もう私もそうなんですけど、もう風が吹いてきて、もう髪の毛がぐしゃぐしゃになったりとか、いろいろと虫が、走りながら虫が入ってきたりとか、ちょっと嫌なんですね。私は嫌なんですけど、そのために、サイドバイザーディーラーオプションであったりするんですが、最近ですね、なかなかサイドバイザーも、オプションということもあるんですけど、つけない方も多いです。お車の中でタバコを吸わない人はやっぱりそこまで必要ないですし、雨の日に換気したいという方もそこまで今は
いないのかなとは思います。で、実際にサイドバイザーを選ばない方も、結構いらっしゃいます。まあ、そんな時に、まあ、こちらがありますと、まあ、そのまま、車内換気ですね。ただ雨の日だと水が入ってくるので、雨の日は雨天は使えません。はい、ちょっと一回閉めちゃいます。で、こちらの左のボタンですね、こちらの方で、この窓ガラスの閉会になります。ちょっと開けます。まあ、上の方ですね、ちょっと長押しするとご覧の通り、開いてくれます。まあ、大体、まあ、30センチあるのかなぐらいの開口になっております。結構上の方は開放感がすごいです。もう、まあ、ここ開けなくても、まあ、拳 1.5 ぐらい開いてるのであれなんですけど、まあ、開くことによってさらに開放的な気分にさせてくれます。まあ、個人的に、まあ、一番これでいいなと思うのは、まあ、私が実際に憧れてるんですけど、ムーンルーフ自体は、まあ、日本でいうと四季、春夏秋冬、季節ございます。で、それぞれの季節でやっぱり春だったら、まあ、桜並木の下を、走る、まあ、もしくは、まあ、止まって上を眺めると、桜の木で、窓ガラスが染まってくれる。まあ、夏になるとやっぱり新緑ですね、綺麗な緑色の新緑を、楽しむことができて、秋にはやっぱり、まあ、紅葉シーズン、もみじだったりとか紅葉の木々を、楽しむことができる。まあ、雪ももちろんですね、まあ、カバーを開けていれば、上を見れば、降り注いでくる雪の方も、鑑賞できたり、まあ、雪国に行ったら、雪化粧で染まった木々の方を、眺められたりとか、もう景色をダイレクトで楽しめる装備になってるなとは思います。私結構外でそういう景色を見るのが、見に行くことが好きなので、結構昔から憧れてました。まあ、ただあまりそういうもの、まあ、あまり興味ないよという方とかでしたら、まあ、正直そこまで、実際これ実用性あるかというと、実用性自体はそこまでないのかなとは思ってます。まあ、実際に換気ができたりとかはあるんですけど、ただですね、ちょっとこちらの方メンテナンスの方をしっかりとしていただかないと見栄えが大変悪くなります。やっぱり上を見ますと、どうしても窓ガラスなので、定期的にお手入れの方をしていないと、まあ、雨じみだったりとか、まあ、ウォータースポット、いわゆるウォータースポットですね、そうしたものがダイレクトでも目に見えてしまうので、もう定期的にお手入れだけしてくだされば、まあ、綺麗なものもそのまま綺麗に見えます。ただお手入れしてく、定期的にお手入れしていないと、もう大変見栄えが悪くなってしまいます。まあ、ただこれ自体は窓ガラスなので、まあ、ボディーコーティングはもちろんできませんので、まあ、こちらフロントガラスと同様に、まあ、ガラコだったりとか、撥水の方をして撥水の方、していただければ、まあ、走行中に雨なんかも、まあ、風で吹き飛ばしてくれるので、まあ、ガラコを塗ってれば若干日々のお手入れは楽にはなるかなと思います。まあ、いくぶん車体が大きいので洗車も大変なんですけど、もうここはちょっと妥協せずにしっかりとお手入れをしないといけない、メンテナンスをしないといけない。まあ、それを考えると若干手間が増えてしまうのかなとは思います。ただどうしてもこれが欲しいんだという方は、まあ、そうした手間もですね、惜しまないかなとは思うんですけども、はい。で、あとはですね、実際に何だろうな、まあ、皆さん一番聞くのがリセールバリューをどうしてもやっぱり聞かれることが多いです。まあ、確かにムーンルーフつけることによってリセールバリューがいいですよ、まあ、そうディーラーとかでは、営業さんに言われたりとかはあると思うんですけど、まあ、確かに
リセールバリューはいいと思います。まあ、3年後5年後に売るときなんかは、まあ高いお値段つくとは思うんですけども、まあ長く乗っていただく、長く乗る方などに関してはそこまでリセールバリューこだわらなくてもいいのかなとは私は思います。もうお好きな車を、まあお選びいただいているので、なんだろうな、まあ好きなオプション、ご自分で選んでいただく、もうそれが新車購入の楽しみの一つでもあると思うので、まあいらないものをつける必要は正直ないので、もう ご希望されない方はもうリセールバリュー等は気にせずに、まあご自身の、選んでいただいたオプションだけで、新車を、お客様の、1台を、完成できればいいのかなと思います。なのでごめんなさい、私の中ではちょっと正直実用性に関してはそこまでご説明の方はできないんですけれども、あくまでやっぱりお客様ご自身、お一人お一人の、まあ、趣味でしたり、やっぱり考え方に、寄ってしまうものにはなります。で一応ですね、弊社特選車、まあ、この後降りてご紹介するんですけども、まあ、特選車ではついてるんですけど、1からオプション一つずつ選んでいただいて、お客様の、ご自身の、1台を、作り上げることできますので、そちらでもいいのかなと思います。よいしょ、はい、じゃあちょっと一回降りますね。よいしょ、はい、それではですね、今、私の方からお話しさせていただいた特選車ですね、ランドクルーザープラド 2.8TXL パッケージ、こちら7人乗りになっております。まあ、まず、まあ、お値段言っちゃうんですけど534万5000円で、まあ、こちらの方がですね、お支払い条件の方ですね、まあ、こちらの方金利とかもですね、こちら金利が 1.5% になっております。で120回払いで、ボーナスの方で、13万円ですね、まあ、入ってるんですけども、まあ、総額が、539万9000円の商品の方、ご用意しております。まあ、こちらの方何が入ってるかと言いますと、まずナビゲーションです。こちらの方は楽ナビの吸引値になっております。でこちらの方、ついております。まあナビゲーションの方ですね、グレードアップも可能となっておりますので、その際はぜひご相談ください。でその下ですね、もちろん、今説明いたしましたチルド&スライド、電動ムーンルーフ、こちらの方、メーカーオプションついております。お隣のルーフレール、こちらの方も、付けさせていただいて、まあちょっと私いいなと思ったのがこのアルミホイールですね、19インチアルミホイールです。でこちらの方がですね、まあ、上位グレードの、まあ、この一つ上のグレード、ごめんなさいちょっと今名前が出なくてごめんなさい、一つ上のグレードで標準の、アルミホイール、通常でしたら TX でしたら、オプションになるんですけども、こちらの方付けさせていただいております。でその他ですね、クリアランスソナー、バックソナー、ナビ連動、バックアイカメラ、もちろんビルトイン ETC、ドライブレコーダーで専用のフロアマットですね、お付けさせていただいております。でこの下の安心プロテクトライトなんですけども、こちら何かと言いますと、まあ、買い取り保証もございまして、ボディーコーティングですね、お車のボディーコーティング、ガラスコーティングですね、そちらの方させていただきます。でお隣の防弾プロテクト、こちらはお車のフロントガラスですね、フロントガラスの、防弾プロテクト、こちらは、高速道路等を乗っていて飛び石、あると思います、飛び石から、予防していただくためのプロテクトになります。まあ、100% 防げるものではないんですけども、せっかくの新車ですので、ボディーコーティングとともに、守らせていただきますというのが安心プロテクトになっております。はい、それでですね、まあ実際こちらのムーンルーフいらないよという方、まあもちろんいらっしゃるかと思います。
まあ、そういった方ですね、現在、キャンペーンの方やっております。こちらのキャンペーンが5月31日までとさせていただいております。乗り換え車をお持ちのお客様、もうお車のお乗り換えですね、こちらの、条件が、一つだけ当てはまればローン特別低金利 1.5% で、やらせていただきます。条件としましてはローン金額無制限です。いくらでも大丈夫です。お支払い回数、24回から120回、最長10年まで可能となっております。頭金ボーナスいりません。0円から可能となっております。もう本当にこちらの条件は乗り換え車をお持ちのお客様という条件だけです。それで 1.5% の低金利ご利用いただけます。まあ、弊社通常でしたら 2.9% なんですけど、1.9%、今基本的にやらせていただいて、その 1.9 よりもさらに、低い低金利でやらせていただいておりますので、ぜひ、ご検討の方いただければと思っております。それではですね、今回、電動ムーンルーフについて、ご紹介の方させていただきました。大変簡単すぎて、しかも私の主観が若干多いので大変申し訳ないんですけれども、お答えさせていただきました。またですね、まあ、こうしたブームが気になると、ご意見等ございましたら、ぜひコメントに、書いていただいても構いません。そのコメントの中から、お答えできそうなものがございましたら、このように、動画でご紹介の方、お話の方させていただけたらなと思っております。それではですね、本日のご紹介は以上とさせていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。